どうもシンガーソングライターとパーソナルトレーナーのゆりです。イエイ。今日はででん新商品食べてみた動画、まるちゃん牛すきうどん汁なし。これがねすごい美味しいらしいんですよ。じゃあ早速開けて、中には液体のつゆと火薬が入ってます。火薬を入れます。お湯を入れて5分入れてまいりました。ちなみにラベルのところに書いてあるんですけど、これぞすき焼き気分、溶き卵につけても美味しいって書いてあるので、今日はちょっとファミリーマートで温泉卵を買ってみました。これを入れたらどうかなと思って、はい、5分経ったのでこの湯切り口からお湯を捨てます。お湯を捨ててきたので食べます。あー、牛すきなので肉もちゃんと入ってます。ナルトと好きなんですよ、このカップラーメンのナルト、ナルトじゃないか、かまぼこ。そして、このつゆを入れていく。カップラーメンは結構ね、調味油は上で温めてくださいとかありますけど、これは特に書いてないです。つゆ、ちょっととろっとした感じの液体つゆですね。もう最後にちょっと若干油が出てくる感じですね。そして混ぜる、よくかき混ぜていきます。汁なしのこういうまるちゃんのうどんって初めてですね。あ、いい香りが、香りが確かにすき焼き、これご飯も欲しくなりますね。別で炭水化物、炭水化物で行きたくなる香りがしてきました。まずは卵を入れずに早速食べていきたいと思います。いただきます。牛すき、どんな味なのか。すき焼き、普通にすき焼きの味します。お肉も、うん、本物のお肉、美味しい。これめちゃくちゃ美味しいです。うん、あ、これはいい。卵、すき焼きだから合わないはずがないですからね。温泉卵のタレついてますけど、ちょっと入れないで、あ、飛び散ってしまった。これは潰します。めちゃくちゃ美味しそう。いただきます。うん、さらにまろやかになって、これは合う。めちゃくちゃ美味しい。これ温泉卵でやってみましたけど、もちろん生卵でも合うし、ここに書いてあるみたいに、つけるのでも美味しいと思います。本当にすき焼きみたいに別で卵を用意してつけるっていうのもいいと思います。まるちゃん汁なし牛すきうどん、めちゃくちゃ美味しい。ぜひ食べてみてください。